今日はこれから鮭のチーズ焼き作ります。皮が下だったな、確か。初めて作るんで、レシピを見ながら作ります。よし、あ、やべ、切れちゃった。あー、よいしょ。で、中火に置いて、今片面が色ついたんで、こうひっくり返してチーズかけます。おーい、よいしょ。今日はですね、埼玉をちょっと楽しもうっていうことで、なんだっけ、埼玉神社、前玉と書いて埼玉神社の猫ちゃん動画アップしましたけど、今日は猫ちゃんに会えて、でその後、川越行ってきました。まあ、今日もね、観光客が多かったっすね。今日もまあね、埼玉なんて観光地なんてあと秩父ぐらいしかないっすからね。だから本当に嬉しいですよ、なんか人が来て。住みたくはないですけどね。ね、俺のほら地元も観光的な感じになっちゃってる部分もあるし、ほんとね、疲れるんですよね。で、今ちなみにメンチもレンチンしてまーす。なんかあれっすね、有給取ったところで暇ですね。なんていうんですか、ここはね、ほら、城ヶ島の方に住んでるんだったら、自転車でね、行ったり、まあ、ゲンチャリで、モーちゃん号でね、行って、ご飯あげたりとかして、猫ちゃんたちと楽しい時間を過ごしてるんですけど、埼玉っすからね。だからまあ、ほんと、毎日まだ何日かしか経ってないですけど、有給が暇ですもん。だったらもうね、早く転職先に行きたいです。せっかくもらったね、チャンス生かしたいですからね。がむしゃらに働いて結果出して、給料上げて、猫ちゃんたちのご飯グレードアップして、あ、そうそう、俺がいつもっていうか、たまに買う猫ちゃんのご飯の白いパッケージのなんとか30って書いてあるやつ、あれなんか30年猫が生きれるためのご飯らしいです。まあね、毎回ほら猫ちゃんたちにあげてるわけじゃないから、毎日だから、ね、そんなことはないですけど、でも本当に体にいいそうです。それ知ってびっくりしました。それがね、最近ね、300円ぐらい安くなったんですよね。嬉しいことですよ。城ヶ島の猫ちゃんたちにはね、みんなやっぱね、長生きしてほしいし、で、あのご飯、あのカリカリ、なんか長生きしてなんか体にいいのに味は美味しいらしく、よいしょ、なんかみんな食いつきんすよね。焼けました。なんか返すのが怖いんですよね。あ、スムーズ、よいしょ、できた。映ってるかな、 OK。 あー、あとはちょっとね、賞味期限がね、まだ切れてはないんですけど、あと2日しかないんで、納豆も食べます。まぜ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 、納豆まぜ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 、納豆まぜ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 、納豆まぜまぜ。
そう、さっきのなんだっけ、鮭のチーズ焼き、本当はね、パセリかなんかあったらいいんですよね。買ってくるの忘れました。だいぶゴミ入っちゃった。よいしょ。納豆2個目です。なんか納豆って食べ過ぎも良くないらしいんですよ。上限が2パックらしいです。あと10日経ったらまた献血だから、今のうちね、血をきれいにねしとかないとね。早く行きたい。あと2日、誕生日に猫ちゃんたちとパーティー、いいですね。よし、できた。今日の晩ご飯はこの納豆2パックと、鮭のチーズ焼きと、メンチカツ2個と、まだあるんですよ、半熟卵のほうれん草と、今日はあのー、川越行った時にレンケージ寄ってきて、レンケージのお団子買ってきました。ではいただきます。